アジアカップからの、まあ、大きな違いといえば、やはり彼が7ヶ月ぶりにね、復帰したこの伊東選手のこの復帰の効果ってどう見てます？やっぱりこう右サイドで全くこうタイプが違う選手なので、で堂安選手がだいぶこう3月、6月っていうところでアピールというかそうね、ではい、もともとまあ主力グループの1人ではありましたけど、しっかりそこでこう確立しても全然もうスタメンでいいでしょうっていうところに伊東純也選手が帰ってきたので、ある意味、なんだろう、別にこれ伊東選手がサブとかって意味じゃなくて、いい意味でのこうもうジョーカーとしてっていうふうで形でもう武器にしていっても、なんかいい意味でのオプションになってきてるっていうか、そうですよね。伊藤選手じゃなきゃもうダメとかじゃなくて、しっかりいい意味での武器にしていけるので、だからその堂安選手スタートで行って、でどこかで伊藤選手っていうようなこともできるし、まあ、逆もできるんですけど、基本的にはでもやっぱり伊藤選手後の方が相手は嫌嫌でっす。ていうのもあるので、まあだから極論12人レギュラーがいると考えても、そうですまあね。12人というかもちろんね、鎌田選手のこと、久保選手とか武久選手とか、まあそこら辺もね、そう言えるんですけど、でもまあ、極論で言うとやっぱりこう堂安律と伊藤純也のところはもう2人レギュラー、ダブルレギュラーみたいな感じで見てそうもですいいかなっね。て、タイプがやっぱ違うので、どうだろう、収穫という括りで言うでと、もやっぱりね、久保選手、南野選手、鎌田選手あたりのところがすごく良かったのと、まあ、その中で南野選手がね、2試合ともスタメンでしっかりこういい潤滑油になるっていうかね、で最後はやっぱりスーパーエース的な感じで、フィニッシャーになるんですけど、それまでの過程のところでは本当組み合わせに応じて、久保選手と組んだ時、鎌田選手と組んだ時とかで、あとは左に三笘選手がいる時とかって、そういうところのこう、ま、周りを見ながら、まあ、自分はなんかこう感覚で動いてるだけみたいな言うんですけど、でもすごくこう周りとやっぱり合わせながらやっていく、で久保選手は久保選手の味があって、でやっぱり鎌田選手は久保選手と南野選手にもない、やっぱこう引き出しながら、縦のくさびをこう引いて引き出しながら、その次の縦パスとか、あとはこう流れてそこから起点になるとか、折り返しで起点になるとか、そういうもう、こうやっぱりゲームメーカー的なところ、まさしくその8番っぽいプレーをこの車道でやるみたいなところで、またこう良さがいろいろ組み合わせがあるので、で面白かったのが守備のやっぱりオーガナイズの関係で、中国戦の時は、右久保建英、左南野拓実だったんですけど、バーレーン戦の時は左鎌田大地、右南野拓実になったんですよね。そうですね。これはもう4バックではめに行く時に、こう三笘選手がサイドハーフ気味になるじゃないですか、堂安選手が右サイドバック気味になるじゃないですか。そうなった時に、こっちの右シャドウの選手が右のサイドハーフ的な位置に行くので、でそこが鎌田選手よりもやっぱ久保選手とか南野選手の方がいいと。で中国戦の時は南野久保のコンビだったんで、基本的には久保が右でやって、南野選手はその中で、そうで要すするね。に上田選手と一緒にプレスをかける、4-4-2にして、だからそういうオーガナイズもちゃんとこう考えながらの配置を、してるかなと思そういまですす。ね。やっぱりこのシャドウの組み合わせによってね、そうですね。周りのこう動き方もだいぶちょっとそうですね。変わってきてましだたよね。から、まあ、やっぱりね、浅野選手なんかもね、ちょっとこう決めきれずってところあったんですけど、やっぱこの南野久保鎌田とまた違う味を出そうしているですね。し、で今回ちょっと使わなかったんですけど、三笘選手は中でも自分はできるっていうふうに結構言っていて、それはもともと五輪代表の時に3-4-2-1、まあ、横内さんとかが監督代行をやってたような時に、三笘選手って実はそのシャドウやってるんですよね。でそういうところで結構、まあ、慣れているというか、っていうのもあるし、あとは基本的に左で仕掛けるっていうのはシャドウになってもやっていくけども、それによってまた状況によって中に入るみたいなところとかっていうのをこううまくやっていけるんじゃないかみたいなイメージ言っていたので、で、まあ、堂安選手なんかもやっぱりそのシャドウってできるし、で伊藤選手は今回は練習ではシャドウは一度もやってないっていうふうに本人明かしてたんで。でも状況によってまあはそうでですきるみたいな、ね。そういうなんかこうまた組み合わせの面白さ、例えば、左右のアウトサイドで
入らない選手が逆にシャドウの候補にもなってくるみたいなことが今後起きてくると、すごくこうバリエーションというか、やっぱり相手側にも読めなくなっていく。だそれによってこう場合によっては中村敬斗と三笘薫のダブルとかが、あの伊東純也と堂安のダブルとかが起きてくるわけですよ。可能性はあるわけですよね。だそれも面白いなっていうところ。だ実際こうお、ね、センターフォワードを含めれば、うんね、攻めの局面ではこういう形にもなるから、そういう形になるので、このね5枚相手がちょっと強烈ですよね。そうですね、うん、でこの中でいうとね、どうしてもこう、一番前にいながら一番プレッシャーを受けるのがセンターフォワードになるので、うんまあ、中国戦なんかはねちょっとそこでやっぱ7点のうち1点もフォワードが決めなかった、はいまあ、小川航基選手のねあのヘッドのありましたけど、ね、はい、ありましたけど、うんうん、ただでも上田選手ね、はい、その南野選手のゴール の, あの前のプレー、うん、ポストプレーでちゃんとボール落としたり、はい、そうですね、貢献はね、はい、貢献はしていたって、ね、ただやっぱり7点のうち2点はフォワードが取るべきじゃないかっていうのを小川航基選手が言ってて、うん、あなるほど、はい、自分が外したことも含めてね、うんうん、でなそれをきっちりあのバーレーン戦で出した、で、うん、これもすごく大きいですね。あなるほどね。で僕結構あのやっぱり7あの中国戦の時に、うん、あのやっぱり7点全部やっぱフォワードじゃなかったっていうか、うん、そのいわゆる前線の選手じゃなかったんで、まあ、前田大然選手がフォワード登録で的なっていうのはあるかもしれないけど、はい、要は前のポジションじゃない選手たちが全部取ってたん で,、うん、でそれもあってこう今回招集外だったメンバーあの町野選手とか、はいまあ、オナイウ選手とかね、うん、大橋選手とかいるじゃないですか、はい、結構有力なだそういう選手たちがまた次入ってくる結構余地っていうか、うん、あるのかなっていうのは結構予想したんですけど、でもバーレーン戦でしっかりとこう2人が、うんましたね、うん、結果を出す、いやいや俺らっていうのをすごく示してくれたんで、うんうん、でやっぱ上田綺世選手も普段はなんか周りとのこう比較とかあんまり、うん、好まない、はい、うん、言動含めて、うん、でもやっぱりあのバーレーン戦に向けては割とちゃんと危機感を持って、うん、っていうのを結構なんだろうな隠さず言ってくれていたんで、まあやはりあの中国戦、うん、あの流れになれば、うん、やはりフォワードは点取らないのはどうなんだって言われてもね、仕方のない展開ですよね、はい、いやもうそういう展開だったんで、うんうん、だからバーレーン戦はねそういう意味でもすごく取るべき選手っていうと、うん、まあみんな取るべき選手なんですけど、うん、2列目もでもやっぱりねセンターフォワードが取るっていうのはすごくチームにいい流れを、ね、はい、呼び込むなっていうのはねすごく感じたんですよね、はい、あとはなかなかやっぱ課題っていうのはちょっと難しいと思うんですけど、そうですね、難しいっちゃ難しいですね、うん、あの、まあ、後ろに関してはね本当にあの、まあ、あの伊藤洋輝選手とね富谷選手いない状況でこの3枚っていうのがすごく頑張ってくれて、で高井選手もちょっと出ましたけど、はい、うん、だから、まあ、触れておきたいのは、うん、結局この2戦、うん、今使われたメンバーをねーここにフォーメーション上貼ってますが、はいはい、実際連戦使われなかった、うんうん、要するに23人のメンバーに入りながら使われなかったのがやっぱ4選手いて、うんうん、そのうち、まあ、キーパーの、ね、大阪選手の谷選手は、うん、まあ、これはもうキーパーというポジション上仕方ないかなと思うんですが、はい、やはりこの中山選手、菅原選手、このね、サイドバックとして予想されていた選手が2試合とも使われてなかった、うん、ここは少しねちょっと触れておきたいところですよね。非常に難しい局面ですよね、うん、で、うん、やっぱりフォーバックが結構想定される、まあ、メンツ、うんうん、それからやっぱりこう相手がよりこう厳しくなってくるっていうところを想定したっていうことでいうと、うん、この中国戦バーレン戦はちょっと出番がそうですよね、はい、あの、うん、ちょっと戦略プラン的にも森保さんがどうとかじゃなくてちょっと厳しいですね、このそうなんですよ。だから、では、ね、菅原選手は右ウィングバックで、うん、中野選手は左ウィングバックでもいいじゃないかとなるかもしれないですが、ただ今回使われているキャラクターがもう全然違うんですよね。要はあのウイングで起用されても全然いいような選手たち、そうなんですよここにいてもいい選手たちが、いい選手たちが今回は、うん、はい、ここはだからなんだろう、フォーメーション上で当てはめるとちょっと違って、うん、はい、選手のキャラクターも含めて考えると中山選手、この菅原選手の居場所がちょっとなかなか、ね、見つけにくいところなんですよね。なんか強いて言えばね、うん、あの中山選手だったら3バックの左、うん、で菅原選手だったら3バックの右っていうところの、うん、あのチャンスはあったのかもしれないですけど、うん、何しろこの
板倉、谷口、町田っていう3枚がものすごく安定してて、うん、安定してますよね、うんうん、でそれで、ね、ちょっとなんかその変える余地が、うん、僕 もうここはもうバレン戦そのまま行くなってもうほぼ確信してましたからね、うん、いやここはね、はい、やっぱり川さんおっしゃる通り、うん、中国戦の出来も含めて、うん、やっぱここはねあのはい、中国戦の展開で高い選手が使われたら分かるんですよ、うんうん、あの状況 で、ねはいこの代表の水に慣れさせようというのは、はいうね、全然あれはおかしくないけど、はい、やっぱねこの3枚を、はい、いきなりバーレン戦誰か先発 で、はい、で高山選手菅原選手を使うとか、はい、それある一種ギャンブルになっちゃうの で、ね、この、ね、3人を変えないっていうのは、はい、僕も川井さんと同じ感覚ですよ ね、はい そ, うですねまあ、そうだろうなと、うんうん、と思いますね。はあれなんですよね、やっぱディフェンダーって前の選手の交代とちょっと、うん、違いますね。基本的には変えたくないんで、 で、うん、で相手がこうパワープレーしてきましたとか、うん、全く違うタイプのフォワードが来ましたとか、うん、あとはアクシデントとか、うん、あとは3枚を4枚にするみたいな、うん、こう状況が起きないと、うん、そうです、はい、変えにくいので、単純にそこのポジションにこう入れ替えとかはほぼない、うんうんね、あとはカードとかもありますけど、うん、だからそう考えるとちょっとその中山選手にしても、まあ、雪成選手にしてもちょっとこの3の中でもちょっとその候補ではあったけど、あの実際そこでっていうのは難しかったですね。そうですね、だから結局このシステム的な形もそうだし、うん、ウィングバックで使われてるキャラクターが3バックの安定感を考えると、うんはい、やっぱなかなか今回ね、うん、出番を得るのが、うんまあ、難しい状況だったかなと。ただ一方でやっぱりあのバーレン戦のその堂安選手が対角でやられた、うん、ああいうシチュエーション見ちゃうと、うん、特に強い相手がこう日本がある程度このウイングバック2枚で、うん、攻撃的なウイングバックって結構ね強豪相手にも個人的にいけると思うんですよある程度、はいうんうん、やっぱそもそも、ね、全然まだ練習とかやってない時のあのカタールの、うんあのドイツ戦スペイン戦でもやったぐらいなんで、はい、でいけると思うんですけども、やっぱりあのそこを狙ってくる、やっぱアキレス腱として狙ってくるようなことを、うん、しかもこう日本が押し込まれる時間も含めてやられた時に、やっぱりあの菅原幸成の、うんうんまあ、彼攻撃もできるんですけど、ただキャラクターとしてね、いわゆるサイドバック的なそういう選手のウイングバック起用っていうのも当然出てくるし、でもちろん4バックで、うん、あのなんだろう立ち返るというかね、うん、そういうことも起きうるので。そうなんですよね、うん、だから関西言う通りだから、うん、強豪国本当相手になると、はい、彼らが、うん、もしかしたらこうシャドウとして数えられて、うん、こういうね、あそうですね、こういうこう本当にキャラクターで強豪国相手だったらより守備的な形になるかもみたいなのは、うんうん、まあ、想定できますよね。そうですね、で、うん、実際ねあのこう怪我とかがなければね、当然伊藤洋輝なんかがここに来たりもするんで、はい、なんかまた森保さんをいい意味で悩ませる。そうですそうです、だからね、はいうん、もう今回は何だろう、うん、いろんな状況も重なってというところもあるので、うんはいまあ、そんな悲観的にならなくてもいいのかなとは思うんですけど、ね、そうですね、ただやっぱり、うん、あのこれまでかつてないぐらいこのいい9月シリーズになったの で、正直変えにくいのは間違いないです。あのこの何、ね、だろ う、 こうメンバー固定っていうのが悪い方にいっちゃうと良くないあれですけど、うん、でもこの今回あのしっかり使われ、特に2試合とも使われた選手たち、うん、とプラス鎌田選手ですかね、うん、そのあたりはかなりもう少なくとももうこのシリーズっていうか、うん、次の10月11月っていうところのもうコア面にはなっていくんじゃないかな。そうですね、はい、ここにその冨安伊藤洋輝っていうところがどう入ってくるかぐらいな感じで、うん、もうほぼちょっと硬くて、でそこから残りその6、例えばまたベンチ入りだけじゃなくて27人とか26人とか呼ぶんであれば、その7人ぐらいを競争していくような、そうですね、うん、流れな、ここで、2試合とも出たっていう選手が、高井選手と浅野選手は1試合だったかな。そうですね、はあ、前田選手も1試合、選手も1試合、鎌田選手も1試合で、はあ、田中選手も1試合ですね、1試合でしたね、まあ、あの、うん、まあこの中ではだから鎌田選手なんかはよりでも1試合とは言ってもコア面に近いようなそうです、ねはいうん、活躍をあの2試合目でしたので、はい、そっちに入れてもいいのかなと思いますけど、うん、基本的にだからこの、ザイオン、うん、板倉、谷口、町田、うん、遠藤航、森田、三笘、うん、堂安、伊藤、久保建英、
鎌田、南の、上田、小川ぐらいの、18人とかですかね、これでいうと何人だ、14か18じゃない、だここはもうあのおそらく何か怪我とか何か事情がない限りは、あのしっかりもう次も呼ばれるというか、もう主力として計算されていって、そこに例えば田中碧選手だったりとか、ね、浅野選手だったりとか、前田大然選手、中村敬斗選手、はい、そういった選手がそうですね、はい、やっぱこう入っていくと、で高い選手に関してはまだ分かんないですね。そうですね、はい、今回すごくやっぱり有望でもあって、やっぱパリ五輪世代からっていうところでも呼ばれてるのもあると思うので、すごくいいプレーしてましたけど、はい、ここに関してはやっぱり冨安、伊藤洋輝の復帰の、プロセスとかも含めてどうなっていくのかわからないですけど、ね、はい、まあ、あとはその27年のところで言うと、2試合ね、はい、メンバー外になったのがもう同じメンバーでしたね、はい、27人に呼ばれながらどちらもこの23人のメンバーが入れなかったのが、ね、細谷選手、旗手選手、望月選手、長友選手4人でしたね、これはどう見ますか、最後にちょっと聞きたいところなんですけど、まあでもシビアにこう試合での起用の可能性も考えたときに選択肢に入らなかった、まあ、ヘンリー選手はね、右足首バーレン戦の時は、はい、っていうのはありましたけど、でも基本的にやっぱりこう試合の流れを想定したチョイスに入ってこなかったってことですね、もちろんスタメンはもちろんですけど、なかなかね、旗手選手がね、レンジャー、セルティックではね、活躍してるのか、どうですか、バーレン戦前話聞きました、聞きましたよ、どうでした、バーレン戦の時はちょっとでもね、やっぱりしんどそうな感じ、あ、まあそうでしょうね、はい、中国戦の時は、ね、普通にそうですよね、前はね、はい、でまあ、長友選手はね、こう今回長谷部さんがコーチ入閣したっていうこともあって、やっぱ2人でチームを盛り上げるっていうところは、なんか練習見ててもね、見受けられましたよね、そうですね、はい、いやなのでね、やっぱり今回、まあ単純なその実力評価だけじゃなくて、やっぱりこのシステムとの兼ね合わせっていうところも、当然その4バックベースで4-3-3みたいなところも使っていくとかってなれば、例えば旗手選手も左のね、インサイドハーフで、だ要はなんかポリバレントっていう話は本人も言ってましたけど、言っても、ここのところはもうずっとやっぱり4-3-3のインサイド、左インサイドハーフで固定になってるからっていう、もうポリバレントって感じじゃなくなってくる、でもその中でやれること、例えばこう周りを動かしたりとか飛び出したりとかっていうやれることっていう意味での、そのいわゆるその万能性みたいなところではそうだけど、複数ポジションをこなすポリバレントっていうところでは最近はちょっとそういう、いやちょっとクラブでのやっぱ固定っていうのもあって、ちょっとこの僕もその場にいましたけど、あんまポリバレントっていう言葉に対してちょっと拒否反応まではいかないけど、ちょっと捉え方をちゃんとそうじゃないよっていうところは自分の言葉でなんかね、その言ってましたね。そうした中で、ただやっぱりこの 3-2-4-1 っていうシステムにした時に、じゃあ旗手ってどこでハマるのって言った時に、じゃあボランチ、アウトサイド、シャドウ、だからそういうそうやってなってくるじゃないですか。だからそういうことは要は4-3-3の左インサイドハーフみたいなハマりポジションがなくなっていく、でもなんとなくどこもできる、でもそこにやっぱこのもしこのシステムをある程度メインに、4バック捨てるわけじゃないけど、でもこのある程度メインになっていくって考えると、やっぱここの中に何か見出していかないと。そうですね、要するに、まあ、川井さんも質問されてましたけど、じゃあスペシャリティがどの部分でアピールをしていくかってところが、生き残るためには、そうですね、はい、それが別にポリバレントでもいいと思うんですよ、そうですよ、極論、はい、別にやっぱボランチ、アウトサイド、シャドウ全部できますよっていうのはすごくね、でしかもこう短い練習のセッションの中でパッと入れますよってすごい武器になると思うんで、それでもいいと思うんですけど、でもやっぱり攻撃で違いを見せられること、で守備だったらやっぱ奪い切るってところ で、 そうです、ね、森田秀政とか遠藤航、田中碧に負けないぐらいのものを出さないと入っていけないとかっていうなんか、ってなるので、はい、もうね、中国戦の前 の、 その囲みの取材は僕も聞いてましたけど、本当畑田選手のね、川井さんの愛を
感じながら、はい、僕も聞いていました。なんとかしたいっていう。そうですよね、はい、いいあのやり取りを見させていただいたっていうところですね、はいはい。まあ、またね10月 の、うん、あのワールドカップ予選テーマはちょっと違う回でね、はい、ご紹介したいので、この回はねこの辺にしたいと思います、はい。ね、皆さんもあのご意見があればねコメント欄にお願いします、はい。川井さん今回ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは今回はこの辺で失礼します、はい、皆さんさようなら。